皆さんこんにちは。今回もですね、スプラックスプレイングサッカーのシャッフルモードですね、世界中の選手からランダムに選抜して、世界にたった一つだけのチームを作る。やるたびに完全に新しいチームが、アレクシス・サンチェスと、はい、チリのウィンガーですね。スピードフットワーク、タッチ、ドリブル、動き出しと、はい、全般的に能力が高いですね。カウンターも62とついてますね。戦術理解の高さも伺わせます。一方でね、まあ、体がぶつかるようなプレーは苦手としていますね、きっと。はい、あ、グアリンがいますね。コロンビアの、グアリン法で有名なあの選手ですね。まあ、グアリン法を生かすとしたらね、難しいですね。ウィング使いもあるのかな。この辺で使えばグアリン法打てるか。サモハン・カルー、コートジボワールと。はい。アルジェリアのセンターミッドフィルダー。コスタリカのセンターバック。はい。ラファエル・バランがいますね。ワールドカップ、ベスト、選手ランキングベスト7の7位の選手ですね。イタリアのバルザーリ。ベルギーのサイドバック。ナイジェリアのサイドバック。アルジェリアのサイドバック。さあ、どうしようか。はい、キーパーはナイジェリアのエチオが入ってます。身体能力が高いですね。で、控えが山口小樽、本田圭佑、酒井豪徳、オーストラリアのサイドウィンガーと。なるほど。はい、本田圭佑、まあこういうことですか。酒井豪徳入れて山口を上げると。いや、ちょっとこれ守りがきつすぎるな。グアリン法落ちますか、やっぱり。この辺で。はい、これね、かなり硬い。バランと山口蛍がね、プレッシングマンになってますね。で、サイドバックも控えていると。まあ、相当に、守備的ですか。はい。まあ、ホンダもここから打てそうですね。で、アレックス・サンチェス、ワントップ。ここがちょっとね、難しいところですね。サンチェス、完全に裏抜け狙いの選手なんで、相手はアメリカと。はい、ホンダがボールキープ。いや、ちょっとパスミスです。はい、バランが奪いました。ホンダから、あ、これも、グアリン法は、シュートブロックに合うと。はい、強烈なグアリンのシュートですね。もうグアリンで打っていくか。あ、ここにいんのか。いや、はい、強烈に打ち込みましたね。はい、サマハンカルーからアレックス・サンチェス、個人技で破ってシュートまだいけないと。これ強いですね、この人。うん、そうですね。まあ、ペナルティエリアのね、外から本田圭佑もね、シュート打てるんで、その辺でね、打っていく作戦はあると思うんですけど。はい、左使えますか。はい、カルーが起点になって、さあ、サンチェスのね、パスの出し方ですよね。だからもう裏抜け狙いで、はい、サンチェス足元にね、バランからビルドアップから出して、ダイレクトで打っていってんですね。はい、本田圭佑、グアリンがボールキープ、縦に、いやー、全然体ぶつけられないのかな。サモハンカルから、中央、ホンダ構えてトラップしてシュート打ちに行きますが、打ち切れないと。はい、サモハンカルからサンチェス、うわー、すごい今の動きです。すごすぎますね。はい、後ろからニアにね、無理やりこじ開けて入り込みましたね。アレクシス・サンチェスのプレー、ホンダ圭佑がプレッシングに行きます。サムハンカル奪われますね。ブラッドリーですね。はい、酒井豪徳、酒井豪徳、はい、ラファエル・バラン、アルジェリアの選手、サンチェスが奪います。いや、今打ちたかった。はい、2-0。まあね、変えるところもないですね。これもうこの人いらないですね。アメリカやっぱり構成がいまいちなんで、もう前でね、ボール動かしておけば得点できそうですね。どうしようかな、でも。ツートップにしてよくなるとは思えないんでな。まあ、ツートップしかないか。ストライカー1枚足して。うん、これですか。
まあね、これでボール回るようになればね、いいんですけど、はい。よりね、攻撃的に出たいと思います。こっちの方がいいのかな。まあいいや。はい、これで、センターバック外して、ストライカー1人、加えてみました。はい、サンチェスがプレッシングに行きます。はい、ラファエル・バランから、ブラッドリーにバランが当たりに行きます。山口ホトルが当たりに行きます。いやうん。はい、アレックス・サンチェス。ここも個人技で。はい、自らね、真ん中を突破してシュートで1点ですね。はい、ハニーラーみたいな人が行きます。ブラッドリー。本田圭佑はボルバート。サンチェス、グアリン。グアリンどこに？いや、日の今のパス。真ん中誰もいなかったですね。はい、本田圭佑がプレッシング。ちょっとボールの周りがね、悪いですね、かなり。そうですね。今打ってもね、どうせ完全にスペース詰まっちゃってるんでね。いや、こっちの方が可能性あるぐらいですね、今のシュートの方が。はい、サンチェス、また1対1ですね。はい。はい、ラファエル・バランがボールを奪います。いや、ここね、体当てると取られちゃうんですよね。どういうことだ。やばい。はい、サンチェスのシュート。ちょっと。84ありますけどね、ボールコンタクト。やっぱりアメリカの選手もね、身体能力は意外と高いんで、簡単には。突破できないっていうことでしょうね。いやー、グアリン方がね、キーパーそうだ、アメリカキーパーいいんですよね。ミドルシュート入んないかもしんないな。いやー、ひどい。やばい。はい。まあ、それは無理です。はい。ファークロスですけど、いきなりね、クロス戦術取り入れて、サイドでね、ファーでごちゃごちゃやっていってんですね、なんとか。はい、というわけで、4-0 ですね。ちょっとね、攻撃が不発に終わった感がありますね。まあ、こっちの攻撃のね、基本戦術、本田圭佑と、グアリンのね、右サイドからの、ロングシュート、ミドルシュートですね。これを重点的に狙っていきましたけど、まあね、手前でシュートブロックされたりとかね、仮にロングシュートね、枠に飛んでも、アメリカのね、キーパー、なかなか身体能力高い選手なんでね、あっさりね、ストッピングされたりとか、はい、なかなか決めきれなかったですね。もうちょっとアレクシス・サンチェスを主体にした攻撃の組み立てにした方がよりね、効果的だったと思いますけどね。まあ今回はやっぱりメンバーがね、いまいち足りなかったんで、まあ全体的にディフェンシブでしたね。前半もセンターバック入れてね、その前にディフェンシブミッドフィールド3人入れてかなり守備的にね、守っていたんでね。はい。まあただやっぱりアメリカが相手なんで、これね、ドイツが相手なら、そこまで守備的に出てボール奪ってからのね、サンチェスを生かしたカウンター、を狙っていけばよりね効果的だったんですけど、アメリカなんで完全に、こっちがね押し込んじゃうんですよね。アメリカが引く展開になってくると、はい、まあそうなるとね、守備の枚数多くても効率が逆に悪くなっちゃうんでね、はい、ちょっと考えどころだったと思いますね。でまあ一番良かったのはやっぱりアレックス・サンチェスですね。この人足元の技術もあるし、突破もあるスピードもできると、いうことでね、あと動き出しもね、もう今回センターフォワードキーをしましたけど、裏抜けガンガンやってくれてね、でシュート技術持ってるんで、もう相手のセンターバックからしたらね、もう守りきれないような、そういう感じのね、プレーでしたね。はい、非常に良かったと思います。で、左の起点がサモハン・カルーと。まあ、やっぱりでも、ホンダとグアリンもね、もうボール触る、ボールキープするところはね、非常に良かったですね。まあ、ただ今回やっぱりミドルシュートを蹴り込むっていうね、タスクを背負わされていたんで、ちょっとその部分で、攻撃の本来のね、実力を発揮できなかったと思いますね。はい、ちょっと無理難題が過ぎたかもしれませんね。はい。という感じですかね。アメリカとしては、まあだからね、一応アメリカも形はできてたんですけど、まあこっちのね、ディフェンスがやっぱり硬すぎましたね。はい。まあどっかに、まあこの、
左サイドで狙うのが良かったと思いますね。ホンダの裏なんかね、スペースがあるんで、ここをね、うまくついて、攻撃の起点にしてね、使っていけばいいと思いますね。はい。っていう感じですかね。はい。というわけで今回はサッカーアメリカ代表相手に4対0でした。また次回シャッフルモードやっていきたいと思います。今回はこれで失礼します。